皆さん、こんにちは。今回は、トラバース計算について紹介します。この手順で計算を行い、最終的に、トラバース点の座標値である合位挙と合計挙を求めます。ファイル312とファイル313にて紹介した平方多角測量を完了して、このように、各胸郭の角度と各側転間の距離の値を得ました。これらの値を、トラバース計算表に記入します。まずは、観測外角を合計します。すると、2159度59分7秒となりますが、N 角形の外角の和は、カッコ N プラス 2×180 度になりますから、この実角形の外角の和は2160度になるはずです。つまり、この2160度と、観測外角の和の2159度59分7秒との差の、53秒は、観測誤差ということになり、調整する必要があります。なお、この誤差のことを角の平方差と言い、この値が大きいと、胸郭や距離の観測を初めからやり直すことになります。角の平方差の許容限界値の目安は、このように考えてください。実角形であれば、ルートの中に10を入れて計算します。すると、それぞれ、おおよそこのような値になります。53秒という平方差は、この範囲の中でも小さい方ですので、まずまずの出来といったところでしょうか。角の平方差の調整については、観測誤差は観測外角それぞれの大きさとは無関係に生じると考えられますので、基本的には平方差をすべての胸郭に均等に配分します。この場合、すべての角に5秒ずつ配分できますが、3秒の波数が生じます。波数の処理について、多くの教科書には、45度、135度、225度、315度に近い角に配分するという旨の説明がされています。それは、これらの角度の時、サインとコサインの絶対値が同じになるため、1秒の配分の軽挙、位挙への影響が、どちらか一方に偏りにくいからです。なお、波数の配分方法はこの限りではなく、単純に計算表の記載順に配分したり、角度が大きい順に配分したり、といった紹介がされることもあります。今回は、最初に紹介した方法を採用しています。続いて、観測外角と調整用途を足し合わせて、調整外角とします。方向角の計算では、まずは、点 A から見た点 B の方向角を与えます。点 A は基地点ですから、もう一つの基地点の座標値を使って計算すると、点 A からの方眼北や、もう一つの基地点までの方向角がわかります。あとは、これらの胸郭の角度を観測しておくことで、点 A から見た点 B の方向角を導くことができます。次の点 B から見た点 C の方向角は、点 A から見た点 B の方向角の値に基づいて計算します。側線 AB を延長すると、平行線の同位角の関係から、この角度が289度27分4秒だとわかります。さらに半回転180度して、これに点 B の外角の値138度13分11秒を加えると、求めたい方向角の値になります。単純に角度を足していくと360度を超えてしまいますが、もちろん360度分は0度として計算して247度40分15秒となります。以下、この計算の繰り返しです。求めたばかりの点 B から見た点 C の方向角の値247度40分15秒に、180度と、点 C の調整外角の292度41分33秒を足し合わせると、720度21分48秒になりますが、360度2周分を引いて、0度21分48秒となります。このように計算を進めていけば良いのですが、180度を足した後、結局は360度を引くことになりますから、180度を足すのではなく、後から180度を引く形の方がシンプルかもしれません。最後にもう一度、点 A から見た点 B の方向角を計算して、最初の値と同じであれば、途中の計算に間違いがないことがわかります。次は、位挙と軽挙、三角関数を使って計算します。まずは、位挙と軽挙の意味について、図を使って簡単に説明しておきます。平方多角測量と、ここまでの計算により、現在、各トラバース点間の側線挙と方向角がわかっています。これらの値を使って、側線挙の X 軸方向の成分である ΔX と、Y 軸方向の成分である ΔY を計算します。この ΔX と ΔY の値を、基地点から順に、座標値 XY に足し合わせていくと、各トラバース点の座標値が求まります。
このデルタ X のことを異挙、デルタ Y のことを軽挙と呼んでいます。そして、方向角を T、側線長を S で表すと、三角関数を使って、デルタ X は S×cosineT、デルタ Y は S×sineT により求めることができます。繰り返しになりますが、異挙を計算するときは cosine を使い、軽挙を計算するときには sine を使います。ここ、よく取り違えてしまうところですから、注意しましょう。学校で三角関数を習ったとき、サインとコサインの関係を、こんな感じで視覚的に捉えて覚えていると、勘違いしてしまいやすいのかもしれません。ぐるっと回転させて、方向角を使って計算する場合は、こんな関係になります。では、異挙と軽挙を計算します。点 A と点 B の間の異挙は、側線長の 29.848 と、点 A から見た点 B の方向角289度27分4秒のコサイン等をかけて、計算結果の小数点以下4桁目を四捨五入すると、9.939 となります。軽挙は、側線長の 29.848 と、方向角289度27分4秒のサイン等をかけて、計算結果を四捨五入すると、マイナス 28.144 となります。以下、側線長と方向角の値を使って、同様に計算を進めていきます。異挙と軽挙の計算をすべて終えたら、それぞれに相和を求めます。異挙の相和はマイナス 0.011、軽挙の相和は 0.019 となりましたが、これらは誤差に当たります。異挙と軽挙は、それぞれ各側線の X 軸方向成分と Y 軸方向成分ですので、点 A から実角形を一周して点 A に戻ると、その相和はプラスマイナス0になるはずです。しかし、今回の観測では点 A にぴったり戻ることができず、X 軸方向にマイナス 0.011、Y 軸方向に 0.019 だけずれているということです。このズレ、隙間の距離を平方差と言います。三平方の定理により、この場合の平方差は 0.022 となります。そして、この平方差と側線長の相和との比のことを平方比と言い、この場合は 233.718 分の 0.022 で、単位分数の形で表すと 1624 分の1になります。この値が大きすぎると、観測をやり直すことになります。平方比の目安は、このように考えてください。今回の条件はこれに該当しますので、1624分の1は十分小さい値だと言えそうです。次に、この誤差を調整します。調整の方法は、主に次の2つのうちどちらかが用いられます。コンパス法則では、側線長の相和に対する各側線長の比に応じて誤差を配分します。トランシット法則では、異挙または軽挙の絶対値の相和に対する、各側線間の異挙または軽挙の比に応じて誤差を配分します。この2つの方法の使い分けについては、コンパス法則は、各観測と距離測定の精度が同程度である場合に適用します。一方、トランシット法則は、各観測と距離測定の精度が異なる場合に適用します。まずは、コンパス法則にて調整量を計算してみます。点 A と点 B の間の異挙の調整量は、全体の調整量の 0.011 に、側線長の相和 233.718 に対する側線 AB の長さ 29.848 の比をかけます。計算結果の小数点以下4桁目を四捨五入すると、0.001 となります。軽挙の調整量は、全体の調整量のマイナス 0.019 に、側線長の相和に対する側線 AB の長さの比をかけます。計算結果を四捨五入して、マイナス 0.002 となります。以下、同じように計算します。続いて、トランシット法則にて調整量を計算してみます。まず、異挙と軽挙の絶対値の相和を求めます。点 A と点 B の間の異挙の調整量は、全体の調整量の 0.011 に、異挙の相和 126.069 に対する AB 間の異挙 9.939 の比をかけます。計算結果の小数点以下4桁目を四捨五入すると、0.001 となります。軽挙の調整量は、全体の調整量のマイナス 0.019 に、軽挙の相和 166.591 に対する AB 間の軽挙 28.144 の比をかけます。計算結果を四捨五入して、マイナス 0.003 となります。以下、同じように計算します。なお、このままでは調整量が必要量とずれてしまいますので、異挙の調整量においては、誤入した値のうち小さいもの2つを切り捨て扱いとし、軽挙の調整量では、四捨した値のうち大きいもの2つを切り上げ扱いします。以上、2つの調整量の配分方法を紹介しましたが、
今回は、水平角も距離も同じトータルステーションを使って測りましたので、両者は同程度の精度であるとみなして、コンパス法則を適用します。位距と経距それぞれに、コンパス法則による調整量を加えて、調整後の位距経距とします。最後に、合位距と合経距、つまりトラバース点の X、Y の座標値を求めます。まずは、点 A の合位距と合経距を与えます。点 A は基地点で、その座標値は X イコール 50.000、Y イコール 70.000 と分かっていますので、この値を計算表に書き込みます。続いて、点 B の合位距は、点 A の値 50.000 に AB 間の位距の 9.940 を加えて、59.940 になります。点 B の合経距は、点 A の値 70.000 に AB 間の経距のマイナス 28.146 を加えて、41.854 になります。同様に、点 C の合位距は、点 B の値 59.940 に BC 間の位距のマイナス 7.974 を加えて、51.966 になります。点 C の合経距は、点 B の値 41.854 に BC 間の経距のマイナス 19.420 を加えて、22.434 になります。以下、この繰り返しです。そして最後に、点 J の値に JA 間の位距、経距を加えて、点 A の座標値 X イコール 50.000、Y イコール 70.000 と同じになれば、作業完了です。以上、トラバース計算の手順についての紹介でした。この動画は、これにて終了します。